ご視聴ありがとうございます。車屋デイリーライフチャンネルです。今回は ISCV の管理について話をしていきたいと思います。 ISCV はこれです。外し方はウォーターホースを2本抜きます。コネクタを外します。インテークパイプから来ているホースを抜きます。最後に上下にあるナットを外します。こちらが外した状態のものになります。 ISCV とはアイドルスピードコントロールバルブの略称です。アイドルスクリューやスロットルポジションセンサーの調整をしてもアイドリングが安定しない場合、 ISCV が不調の場合があります。冒頭にあったようにこちらにインテークがついてます。カプラーはプラスマイナスのみです。ここからマニーホールドに吸気されます。こちらのパイプから入ってバルブが開くとこちらから吸気されます。洗浄してカーボンをきれいにするとアイドリングが安定します。こちらを洗浄します。洗浄にはキャブクリーナーを使います。洗浄の仕上げにパーツクリーナーできれいにします。液が溢れますので厚めにウエスを引いておきます。浸るまでキャブクリーナーを拭いていきます。キャブクリーナーは液状タイプでも泡タイプでもどちらでも構いませんが、泡タイプの方が汚れの落ちがいいです。これは泡タイプなのですが安物なので泡にならないです。吸入側のパイプにもキャブクリーナーを吹きつけます。このまま10分ほどつけ置きします。10分経ちましたので液を出していきます。これは意外と綺麗です。中も1回でだいたい綺麗になってます。ほとんどの車はクリーナー液がもっと真っ黒になります。この作業を 2,3 回繰り返しますが、今回は1回で良さそうです。次に通電させてバルブを動かします。白い部分が動いているのがわかると思います。今度はキャブクリーナーを充填させた状態でバルブを動かします。これを 2,3 回繰り返します。今回は見えやすいように横向きに行っていますが、実際はバルブを斜め下に向けてやった方がいいです。 ISCV は年1回ぐらいこのように洗浄してやるとアイドリングの調子を保つことができます。洗浄しないで置いておくとカーボンがたまりバルブの動きが悪くなったり、最悪固着することがあります。固着したり故障するとアイドリングをしなくなります。 ISCV の作動不良は何回か経験したことがありますが、外出時に作動不良になった時は ISCV 本体を叩いて動くようにしたこともあります。完全に壊れてしまい交換になると ISCV は結構な値段します。
2021年10月1日現在ですと税込みで5万円弱します。たまに洗浄することにより ISCV の寿命も伸びます。だいたいこのくらいで綺麗になっているはずです。仕上げにパーツクリーナーで洗浄していきます。結構飛びますね。飛ぶので US で蓋をしながら洗浄していきます。洗浄した ISCV をエンジンに取り付けた際、綺麗になった分アイドリングが変化する場合がありますので、装着後アイドリングの調整とスロットルポジションセンサーの調整も必要に応じて行ってください。アイドリングの調整とスロットルポジションセンサーの調整方法は別の動画で投稿しますので、概要欄またはチャンネルページから確認してみてください。すでに FC3S に乗られている方はわかると思いますが、アイドリング調整とスロットルポジションセンサーの調整はスクリューがほとんど見えないので場所を知らないと苦戦します。動画で場所を確認してから挑戦してみてはいかがでしょうか。これで洗浄完了です。綺麗になりました。洗浄前と比べるとこれだけ違います。これで完成です。まれにウォーターラインが詰まっていることもあるので、取り付け前に確認してください。快適に RX7 を乗るために洗浄してみてはいかがでしょうか。今回の動画はここまでになります。次回の動画もぜひご覧ください。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントよろしくね。